大丈夫か、ロウ。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア外での話の続きが聞きたいんだ。話せるか？なあ。また。その前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについちゃお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もロウも無条件に従う。ロウ、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあロウ、あんたたち西洋会が日本に来た経緯、そして東条会との交渉の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬の親父さんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の西洋会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ？尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も、私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東条会に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には岩見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、岩見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因でクルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。ああ、そうだ。中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち、戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお題は子供たちの出世払いってことかよ。我
我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵敗士たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間クルス・タケルは、私のヒューマン・ロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、兵敗士に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で最王会に日本不可侵の命令を出し、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子岩見恒夫が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミーローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だと受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。ローさん、我々がここまでこぎつけたのはこのジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老爹，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是寄望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧。啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください。総帥、何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切関知していません。それと
もう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ。尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らない。ですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだ兵配達たちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする。目的は何だ。カムロ町東上海再生計画。カムロ町東上海再生計画。常雄の目的は菅井と染谷を使って東上海を乗っ取り、ゆくゆくはカムロ町の利権を全てその手に入れるというものだった。西洋会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん、あなたも知っての通りだ。岩見恒夫は我々西洋会や菅井にカムロ町の構想を演じさせ、まず東上会の六代目を警察に逮捕させた。そして自分の言いなりになる菅井に東上会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく恒夫はアジア外に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしても恒夫の暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、まずは私に日本からの撤退を迫った。ユータを西洋会の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやさんがそんなこと、俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。キリュウさん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。広瀬の親分は長いこと遥かをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃ遥かも春とも今頃どうなってたかわからねえ。俺も雄太と同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。はあ、ここから先は桐生さん、
あなたと二人で話したい。屋上で待っている。少しいいか、キリュウ。ハルカのことなんだがな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え、本当ですか。お前らがアジア街に行っている間、ハルカのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時、偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか、ありがとうな、伊達さん。桐生さん、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。何だと。これを。これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした。あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私にユータの父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。ユータを。ユータにとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て、もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ。私は宇佐美優太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは採用界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは。
間もなく最妖怪の資格が私の元に来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。最妖怪はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒夫に殺されたジミーローの敵を取ってやれなかったことだ。ロウ、ユータに何か伝えることは？私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。鍵がかかって。ローはどうした？あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。え？ローは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことは？ああ、ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ。牢が姿消したってんならもう春とや遥かが狙われる理由もなくなるんじゃねえか。お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。違うか？広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと。今さら手引くなんて真似はしたくない。ったく、お前ってやつは変わらねえな。分かったよ、もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺があいつの親でいようってな。兄貴、今のハルカには誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない。お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。
ローは広瀬のおやっさんのことを好き放題でたらめ並べていったんすよ。俺はおやっさんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱりおやっさんが無実だったら、俺は今度こそあのローをぶっ殺してやる。おい、なんだよ。え、デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。こいつのことは任しとけ。なんです？お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ。俺にはよくわかるよ。急に先輩風吹かさないでくれ。俺、行くぞ。